バンディ、ルイスペラルタ・ドミンゲスは、ドミニカ共和国ドゥアルテ州産、フランシスコ・デマコリス出身のプロ野球選手。左投げ左打。MLB のニューヨーク・ヤンキース所属。愛称は、ラクラサ。2009年8月にアマチュアフリーエージェントで、シンシナティレッツと契約して、プロ入り。2010年に、参加のルーキー級、ドミニカン・サマーリーグレッツで、プロデビュー。 15試合に登板して3勝3敗、防御率2.24、40奪三振を記録した。2011年もルーキー級ドミニカンサマーリーグレッズでプレーし、12試合に先発登板して6勝1敗、防御率2.05、55奪三振を記録した。2012年はルーキー級アリゾナリーグレッズでプレーし、14試合に登板して3勝6敗、 防御率6.55,40奪三振を記録した。2013年は A 級デイトンドラゴンズでプレーし、44試合に登板して2勝7敗、1セーブ、防御率3.80、79奪三振を記録した。2014年は A 級ベイカーズフィールドブレイズでプレーし、28試合に先発登板して7勝12敗、 防御率4.82、93奪三振を記録した。2015年は A 級ペンサコーラブルーアフーズでプレイし、29試合に登板して7勝7敗、防御率5.09、80奪三振を記録した。2016年、マイナーでは A 級ペンサコーラとトリプル A 級ルイビルバッツでプレイし、2球団合計で50試合に登板して4勝2敗。 三セーブ、防御率2.50、58奪三振を記録した。9月2日に、メジャー契約を結んで、アクティブロースター入りし、4日のセントルイスカージナルス戦で、メジャーデビュー。この年メジャーでは10試合に登板して、防御率8.59、5奪三振を記録した。2017年は、開幕25人枠入りを果たし、左の中継ぎとして定着。 4月30日のカージナルス戦ではメジャー初勝利を挙げた。2019年9月7日にウェーバー工事を経てサンフランシスコジャイアンツへ移籍した。2021年4月27日にマイクトークマンとのトレードで後日発表選手と共にニューヨークヤンキースへ移籍した。平均96.5マイルパーアワーのフォーシームを半分ほどの割合で投げ込み変化球では スライダーとチェンジアップを主に使用する。ありがとうございます。